はい、皆さんこんにちは、しなたんです。今回は私がこの髪の毛を切ってからちょっとやりたいなと思ってた髪型があって、今回はそれに挑戦してみました。出来上がりはこんな感じになってるんですけど、少しでも気になってくれた方は最後まで見てくれると嬉しいです。ではレッツゴー。はい、それでは始めていきます。まずコテなんですけど、私はサロニアっていうコテを使っていて、ちなみに設定温度は180度です。これを使ってヘアセットをしていきます。はい、でこのセットは割とこの今の私ぐらいの、ちょっと胸上ぐらいの長さの方とか、もう少しこれより短めの方におすすめかなと思います。まず毛先をワンカール外に跳ねさせていきます。こんな感じで外にくるんと乗せていきます。まあ、割となんか雰囲気でやっていけばいいかなとは思います。皆さん、やけどには気をつけてくださいね。本当に暑いのでコテってこんな感じかな。ちょっとねくるんと刺します。はい、こんな感じですね。反対もやっていきます。この状態から上とこの毛先のだいたい真ん中あたり、ちょっと顎のここら辺の髪の毛をこう地面と水平に入れて、こんな感じで一周軽くワンカールさせて引き抜いていきます。これを全部同じ方向やっていきます。ここのあたりでくるんとさせて抜きます。なんか結構私今回短めに切ってもらったので、そのあんまりグリグリ巻きすぎてしまうとボリュームが出すぎてちょっと、ね、すごいことになってしまうかなと思ったので、全然普通にボリュームあっても可愛いと思うし、私もやりたいなと思ってるんですけど、この短いからこそできる髪型もあるんじゃないかなと思って、今回このアレンジもしてみたんですけど、気に入ってくれた方はぜひ参考にしてくれればなと思います。はい、こんな感じでクリンと1回なります。でこれ1回置いときます。でその間にこっちの髪の毛やっていきます。こっちは左手でやった方がいいのかな。できる方は左手でやってもらった方がこう内側に抜いてくれるからいいかなと思うんですけど、もしできる方は多分左にやった方が抜いてきやすいかなと思います。こう内側にこんな感じです。はい、こんな感じで両方ともできたので、こっちから崩していきます。でもそんなにめちゃくちゃ崩すってわけでも、静電気がすごいですね。バチバチする静電気ですごいですね。ちょっと我慢してもらって、はい、こんな感じになります。結構静電気がすごい、もうすごいですねこの静電気。はい、ワイヤー気にしないでください静電気は。はい、こんな感じでちょっと毛先だけ波打った感じになります。こんな感じです。こっちも崩します。だいぶなんか結構オールマイティーにいろんな服で使えるかなと思うんですけど、なんかガーリーな服でも合いそうだし、かっこいい系でもいけるかなと思います。はい、ついでに前髪もやっていきます。前髪私パッツンなんですけど、ちょっとね目にかかってしまうぐらいの長さで、ちょっとこれだけでも全然いいかなと思うんですけど、ほんの少しだけコテを通していきたいと思います。
本当に少しだけなんですけど、軽くこう取ってこんな感じで本当に軽くだけ。こんな感じです。前髪は水蒸気がすごいんですけど、一応完成です。で、この今の髪だけでも十分いい感じに可愛いかなと思うんですけど、こっからさらに今年感を出したいなら、じゃん、このベビーオイルを使っていきます。はい、私は今回このジョンソンベビーオイルっていうのを使ってるんですけど、これ1000円ぐらいあれば買えるんですけど、ちょっと、まあ、1000円は少し高いなって思う方は、全然100均とかにもベビーオイル売ってると思うので、まあ容量は少なくなるんですけど、それでもいいかなとは思います。で、これをちょっとワンプッシュして髪の毛につけていくんですけど、最近ウェットヘアっていうの、結構ちょっと前から流行ってるんですけど、ウェットヘアっていうのがすごく可愛くって、で私も最近なんか結構髪の毛セットしてもらったりとかすることがあって、その時も結構ヘアメイクさんとかがウェットヘアにしてくださったりして、それがすごく可愛かったので、ちょっと私もやってみようかなと思って、でいろいろ検索してたら、専用のオイルとかじゃなくてもこのベビーオイルでできるって書いてあったので、ちょっと使ってみようかなと思います。で、あんまりつけすぎるとベタベタ感があると思うので、まあ少しワンプッシュ、こんぐらいワンプッシュだけ取って、これを手になじませて軽めに揉み込むような感じでちょっとつけていきます。結構これをするだけでイメージがガラッと変わって、なんかさっきはどっちかっていうと結構ね、女の子らしい可愛い感じのヘアだったと思うんですけど、このオイルを、ベビーオイルをつけることでちょっとかっこいい系でも使えるようなヘアセットの仕方になるかなと思います。ベビーオイルするだけで結構おしゃれ度もアップするし、ちょっとなんか手の込んだ感じになります。こんな感じです。はい、ちょっとこんな感じで髪の毛に束感みたいなのが出て、結構なんかモードな感じの髪型に一気になります。あんまりつけすぎてしまうと本当に油ぎっしゅな人みたいな感じになってしまうので、たくさんつけたい気持ちを抑えてこんぐらいにしておきます。ちょっと私今回前髪にも使いたいなと思うんですけど、本当にマジ本当にちょっとぐらい、さっきの残りでもいいかなと思うんですけど、本当に少しだけ出してちょっとよく手にやって、でこのどっちかっていうと手のひらをこうやってやるよりかは、この指先でちょっとつけていくようなイメージで束とか作りながら、こんな感じでいろいろつけていきます。前髪もやりすぎるとなんか汗かいたみたいな感じになってしまうので、そこがちょっと難しいんですけど、もう余ったの後ろとかにつけておけば、はい、このぐらいかな。はい、前髪はこんな感じです。ちょっとこれでもつけすぎたかなっていうのはあるんですけど、はい、こんな感じでちょっと一気になんか大人っぽさというか今年っぽさも一緒に出てくれるかなと思います。本当にこのベビーオイル一本でこんだけ雰囲気を変えれるので、ぜひぜひ皆さんもいつもの髪型ちょっとなんか変えてみたいなって思った方は、ベビーオイルとかサッと塗るだけで雰囲気変わるので、ぜひ試してみてください。最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画を見てくれると嬉しいです。ではバイバーイ。